どこに泊まってるんですか？新宿の東急。あ、新宿に泊まってんの？はい。あ、じゃあ夜も遊びに行けるんだね。あ、本当ですか。そうですね。でもいいよ。楽しい。本当ですか。うん、僕はいいと思う。でもなんか、怖いじゃないですか、感覚してる。いやいやいや、だから、まあ、あのね、よく上見るとわかんないけど、歌舞伎町一番街はいいよ、はい、桜通りってあるのよ。あ、そうなんですか。そこは入っちゃダメ。新宿はないのよ、これは。あ、そうなんですか。うん、やっぱり新宿はやっぱり風俗の街だよね。新宿そういう街なんですね。新宿はもう風俗の街ですか。うん、やっぱりそりゃそうだよ。大人の街ですか、やっぱ。大人って言うんじゃないんだけどね、いや、学生いっぱい多いよ。やっぱ早稲田がほら、高田のババでしょ、次の駅だから、はいはい、多いけども、やっぱり風俗なの。大人ではないね。なるほどね。子供でもないけど、その中間ぐらいね。なるほど。うん、ちょっと気取ったあんちゃんは六本木に行きたかった。なるほどね。大人だって一緒なんだよ。あ、一緒一緒。だったら新宿の方がいい。まあ、すみません。うん、ただ知らないでね、ブラブラするんであれば新宿の方がいい。知ってるとこ目指すんだったら六本木の方がいい。なるほどね。だって六本木の方が安いんだもん。あ、そうなんですか。はっきり言って安いですよ、いっぱい飲めば。六本木高いと思うでしょ。なんかイメージそういうですよ、高級クラブとか。いやいやいや、とんでもない。そうなんですか。銀座が一番高いんですか、やっぱり。いや、それは銀座。銀座高いですか。銀座は天下の銀座。あのね、4丁目は安いのよ。どん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 5丁目、6丁目、7丁目、8丁目になると高くなるから、覚えておいてもいい。クラブしかないから、7丁目、8丁目、有名な本当の、昔ながらのね。4丁目、5丁目っていうのはコロ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 オーナーが変わるのよ、だから安いのよ。だって8000の店だったのね、クラブで。8000ってのはキャバクラと一緒だよ、それ。飲んでるだけで8000かかるってことですか。安いよ。え、いやいや、もちろん1時間飲み放題ね。ああ、そりゃ高い。いや、それ高いって言ったらダメだよ、ね、それ普通だって。普通なキャバクラだって8000円普通じゃん。あ、1時間でもちろん飲み、女の子ついてたよ、1時間1時間で。あ、これはここが靖国神社だからね。ああ、なるほどね。左だよ。はいね、あの開花宣言とか。そうそう、ここですね。ここだよ、よく住んでる。いろいろ問題があったり。問題がある、靖国神社ね。はい、ここはまだ門だからね、門っていうか塀だからね。そっちが、あの、正門ね。靖国神社、未来門って書いてある。あ、本当だ。ね、ここ全部さ、全部靖国神社ね。そこから差し掛けてんな、やっぱり。もうちょっと咲くでしょう。あ、靖国神社って書いてある。あ、出店も出てるんですね。で、出てる出てる。で、もう観光バスでみんな来るから。あ、そうなんですか。やったって売りやしない。へぇ、すごい。明治大学卒業式って。ここはほら、武道館ね、日本武道館で。あ、なるほど。北の丸公園のね、武道館だね。はい、これお堀だから。ちょっとあそこ曲がってね、大堀入ってみるからね。はい、ね、あそこから名前できて、ここが靖国通りってな、新宿まで続いてる。なるほど、靖国神社があるから、すっきりわけだな。ほら、こうなってるでしょ。山手線がこうあるわよ、ど真ん中にお堀があるんだよ、これ、はい、ね、はいはいはい、ね、内堀通り、外堀通りってなるわけよ、はいはいはい、お堀はね、だから東京ってのはこうなってるわけだよ、はい、環状線。うーん、道路は覚えやすいのよ、すごい、はい、ぐる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 回ってりゃいいんだから、はい、分かんなかったら、はいはい、そういう感じ。で、放射線上にこうなるわけ。これまっすぐ行くと、みんなあの神田の古本屋とかね、三省堂とか全部あるから。古本屋、そうそうそう、有名な学生街だから、ここはもう神田だから。あ、そうなんですか。明治大学、日大全部あって、この方もね、右側に三省堂とかあるから、建物ね、一緒に、まっすぐ行けばね。
考える。あるでしょ。うん。あ、この奥行ったらまだあるからね。お台場か。面白いですよ。へえ。今日はちょうどいいね。あのね、これ以上ちょっと寒いと、はい、あそこはもう吹きさらしだから。海風がドバーって来るから。寒い。すごいんだよもう。やっぱり。本当に、すごいですよ。こっちでちょろちょろっとした風だと向こうはもうこんなんだからね、直で来るじゃない、海沿いだから、はい、風がすごい寒く感じるね、あそこから埋め立て地だからね、しょうがない、しょうがないってしょうがない。ここは神保町 ね、 有名なね、この奥行くと全部は有名だ、神保町って言ったら昔からのね、あの学生街ね、ここに全部あったんだから、昔は明治もまあるけども、はい、中央も全部六大学ほとんど全部八王子に引っ越しちゃったでしょ。あ、そうですね、あるのは日大だけだ、あと明治ちょこちょこってあるけどね、あんまりこう狭くてね、なっちゃったんだよね。なるほど。これがあの大手町ね。あ、大手町ね、町っていうのはあの、なんていうの、そのエリートだな、日本のエリート、エリート、会社が全部ほとんど本社が固まってる。あ、そうなんですか。そうそうそう、すぐそこ行ったら読売新聞だ、気象庁だ、あと丸紅だ、日照祝いだ、商社があって、そっちも全部、もっと奥行くと各銀行の本社全部、はぁ、 UFJ、水穂とかですか。全部ちょっと冷えない、内堀に全部固まってるから本社は。なんかやっぱそ、なんか真ん中ってことですか。そう、真ん中、真ん中だから本社とかもあるってことですか、うん、いや、あれだね、勝手にあれだね、勘違いしてんじゃないの、俺から言わせる。あやっぱりほら、こ大手町っていうところに作りたいわけだよ本社、なんとステータスっていうの。あ、そうなんですか。あれじゃない、あるんですね、うん、ね、なるほどね、この住所が欲しいみたいな、例えば銀座だったら銀座でも、なるほどね、え、銀座っていう住所が欲しいわけで、一丁目でもいいわけで、うん、ね、うん、そういうのあるんだよ銀座って。ね、もうすぐそこね。いや、その何丁目とかで一番有名なやつがど真ん中ところは何丁目とか。4丁目。あ、4丁目なんですか。うん、ど真ん中、あのテレビで三越とかある、うん、あ、そうあれは4丁目ですか。そうでも4丁目は大したことないのよ。あ、そうなんですか。いやいや、あのクラブはね、全部クラブじゃないですか、なんか夜の方はどっちなんですか、何丁目なんですか。いや、だから7丁目なんですか。うん、7丁目、8丁目、有名な前、問題になった、はい、あの絵が盗まれたのが7丁目だもんね。なんその辺に飾って、ロビーに飾ってんの、雑居ビルで、はい、何億ってそれがするわけ、はい、平気で盗まれちゃった。地方にあるのは全部市社だからね。あれが KDDI の本社ね、赤いのが。KDDI、うん、KDDI って書いてる。あ、本当だ、全部あれ書いたの全部本社だからね。なるほどね。気象庁が有名だね、企業の本社が全部。なるほどね。ここは大手町ね。本当だ、大手町ね、全部そう。池ですか、これ。そう、池があってね、天皇映画が住んでるとね。あ、 JFE って書いてあるでしょ、向こうに。え、あ、 JFE って書いてある。日本交換ね。日本交換、うん、有名な鉄はぁ、三菱東京 UFJ のここが本社ね。うわ、本店だ、本当だ、全部書いてあるの、全部本店だから、これ全部銀行が黙ってる。めちゃくちゃやっぱ詳しいですね、うん、いや詳しくないとお客さんほらあそこ行けって言われるから。なるほどね、うん、ダメだ、知らないと大変なことだ。ナビもあるけども、うん、ナビはそんな出ないから、やってみようか、うん、ナビは名前出ないんですよ、
道路しか出ない。ああなるほどね。建物もそんなに出ない。ほら大手町だったら大手町の駅しか出ない。なるほど、うん、その細かい企業の本社で何だって。そんなも出ない出ない、ね、うん、自分どこ行ってもね、ここ一歩道路間違えるとえらいことになるからね。そうそう、ずっと回ることになるから。あ、周り間違えると大変なことになる。怖いですね。一方通行が多いってことですか。いやいや、建物がでかいから。ああなるほど。ずっと回ることになっちゃう。覚えておかないと。しっかり。ああそういうことね。タクシーは大変なのよ本当に。あれは東京タワーですね、間違いなく。あれが東京タワーね。この辺に座るのが東京タワーです。でかい、うん、でかいですよ。綺麗だよね。綺麗。うん、改装したから。あ、そうなんですか。うん、これ夜すごい綺麗だよ。へえー、ライトアップされて、うん、これは太陽漁業の街だね、丸が。はぁ、パレスホテル。パレスホテル、パレスホテル有名なんですか。これこれ大したことない、二流だな。一流が今出てくるよ、帝国が。はい、ペリア帝国ホテルが出てくる。帝国ホテル、あれがそうだから。まあ行けば分かるね。インペリアは英語で言うインペリアね。昔から帝国とオークラ、昔からだよ。あ、この2つしかないな、昔から。ホテルニューオークラ。違う違う違う、ホテルオークラ、ね、オークラ、ニューオークラとかって。ニュー、ニュー大谷ね。あ、大谷か。大谷はあれが二流だから。あ、二流。四谷にあるの。新宿の近くにあるの。あれは二流。大倉と帝国ホテルしかない。へぇ、一応それしかない。ここは日比谷公園だよ。あの、なんていうの、まあ、あの、なんていうのかな、よくね、まあ、日比谷公園そっちなんだけど、まあここもそう言われてるんだけども、よく出てくるんだ、ドラマなんかがね。噴水があってね。へぇ、昼休みとかの休憩時間とか、それで飯食ってる場面だね。やっぱ名古屋のテレビ塔よりでかいな、東京タワーは。そうですよ。そうですね、当たり前でかいっすね。何メートルやったかな。でも名古屋ってさ、何そんなに、女性が嫁ぐとき大変なのあれ。タンスから何から未だにそうなの。まあ、なんか今はあんまりそんなことはないみたいですけどね、うん、古いお家はそうですね、ひどいみたいですけどね。はい。桜田門っていうところに目の前にあるから、ね、みんな桜田門って言うんだけどね、警視庁ね。あれがもう警察の中枢ですか。そうそう、あそこに行くのはもうほとんど東大で、東大卒しかられないで。ああそうなんですか。そりゃそうだよ、エリート中のエリート。そりゃそうだよ。全然違うし。だから桜のマークなんですか。だから桜のマークなんですか。そう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 、桜田門の桜から。ここが二重橋だよ、有名なね。二重橋わかるね、歌に出てくる島倉千代。へえー。